はい、皆さんこんにちは、浦岡です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。この企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、東京マルイ10歳以上用電動ブローバックコンバットデルタブラック。グリップにデルタが輝くスペシャルホース専用モデル。今年も奴らがやってくる、トナカイリベンジ。クリスマスプレゼントは P2I を使った特別企画、参加に豪華景品。参加のご予約はアリーナシャングリアのホームページから。はい、サイズですけれども、全長が 225mm、 高さが 154mm、 重量は 350g、 これは電池を含む実測となってます。弾丸は 6mmBB 弾 0.12g 推奨です。動力源は単4アルカリ電池4本、装弾数は16発、ホップアップシステム搭載、セミオート単発発射のみの電動ブローバックガンになります。で、発射と同時にスライドが作動、ブローバックを再現ということで、より楽しいシューティングを演出します。で、ちょっとね、これはこの機体にちょっと展示で壊れてるんで、このシルバーモデルでね、実演しますが、このようにね、はい、打つことが可能となっています。グリップセーフティーということでね、こちらにグリップセーフティーがついてるんですが、これもね、しっかりここを握り込んで打たないと、このね、トリガーを引いただけでは打てないという仕様になってます。あとはアルカリ乾電池4本使用ということで、このグリップの中にこちらにね、作動用の電池4本をすっきりね、収納することが可能です。で、小型のマガジンは、こちらはね、装弾数16発の専用マガジンが付属しております。それではね、実際に打ってみたいんですが、ちょっとこの黒いモデルがね、ちょっと展示で調子が悪いんで、シルバーモデルの実写となります。ご了承ください。はい、シューティングレンジは手前入りました。シルバーモデルで実写の方していきたいと思います。それでは弾速から 36.08、 33.72、 5m 打っていきます。 はい、じゃあね、弾込めも、こっから、これはね、ローダーの方が楽ですね。はい、じゃあ 7m 打っていきます。はい、 0.12 の球なんでね、かなり 7m だとちょっと暴れる感じありますし、まあ、5m でもね、ちょこっと集団性はちょっとうーんっていうところはあるんですけれども、やっぱこのブローバックモデルは楽しいですよね。で、まあ、この黒とね、シルバーあるんですけれども、まあ、どっちもね、ありだと思います。まあ、でも、シルバーの輝きの方がなんか、かっこいいかな。まあ、黒もいいんだけどね。黒は、まあ、そのまま、うん。やっぱこう、かっこよさあるんだけど、いや、シルバーもいいね。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは、東京マルイ10歳以上用電動ブローバックコンバットデルタブラック。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。